On the outskirts of a village. 包囲された村の外れで、警官がすべての車両を検問しています。許可がないとウーカン村に出入りできません。As for journalists, 報道関係者は通行を絶対に認めないとのことです。Inside the village, 村の中では警察の特殊部隊が突入して、先導者とみなされた人たちを引きずり出しています。This is the death. これはいわゆるウーカン村の実験の終焉です。ウーカン村は5年前、土地をめぐる長年の紛争を終わらせるため、直接選挙で村長を選ぶ権利を特別に許可されました。最近では選挙で選ばれた村長の拘束について抗議が続いていましたが、上層部はこの反乱を止めなければと判断したに違いありません。地元警察や政府関係者との話し合いに呼ばれました。今週の当局の行動に関していくつか話したいということです。我々の通常のやり方で、通常の手順に従い警官を派遣しました。ウーカン村と村の人たちは今後どうなるのか質問しました。ウーカン村は今大丈夫なんですか？今は問題はありません。犯罪者13人を拘束し、法に沿って対処しています。村の生活はゆっくりと平常に戻りつつあります。マー副署長は、学校や店舗は再開されていると言います。けれども、ウーカン村からの映像の様子は異なります。警察はさらに、学生は拘束していないと言っていますが、村の人が発信した映像には、検挙された中に若い人の姿もあるようです。加えて13人よりもはるかに大勢が逮捕されたようです。政府当局者は、出回っている映像は今週のウーカン村のものではないとしています。これが本当かどうか、BBC は確認できませんでした。けれども取材班はこの地域から退去するよう命じられました。ソーシャルメディアではウーカン村の住民が将来がどうなるか怖いと語っています。中国における草の根民主主義の希望の光だったウーカン村はもはやこれまで通りにはいかなくなったのは確かです。スティーブン・マクドナルド、 BBC ニュース、 Guangdong Province。